りしていきます、僕のこの持ってる楽器見たことある人っています。あ、すごいマニアックな方が一人いたなので、ニッケルハルパという楽器を、演奏してます。スウェーデンの伝統楽器です。起源は1350年頃と言われている楽器です。ただその歴史はすごい不確かなもので、一番古くに残っている記録がこの教会の柱の上に小さい、多分これくらいの人かながこの楽器を持ってる像が彫られていて、それが一番古い記録なんですね。その教会が建てられたのが大体1350年頃と言われているので、でその教会がスウェーデンにある。だからまあスウェーデンの楽器とはなっているけども、実際誰が作ったのか定めじゃない。で、他の記録としては教会の天井がに天使がこの楽器を持っているっていうのがあるんですけども、1500年代くらいかな、1400年500年代くらいの、天井画なんですけども、それがスウェーデンだけじゃなくてイタリアの方にもあったりして、でも一番古い記録がスウェーデンに残ってるから、まあスウェーデンの楽器だろうと、でと言われています。ニッケルハルパという名前なんですけども、ニッケルというのは鍵盤という意味で、ハルパというのがまあ弦楽器って意味かな。その名の通りこの左側にいっぱいついている鍵盤を下から上に押し上げて、で音を変えます。後でお見せしますね。で今僕がやっているのはチューニングですね。弦がなんと16本も張ってあるんですよ。でも実際演奏する弦は4本だけで、あと今僕が音を合わせているのはこれ共鳴弦っていう、ただただ共鳴するためだけに張ってある弦です。この共鳴弦が、まあ、ピアノの1オクターブ分、ドレミファソラシドシャープフラットも合わせて貼ってあるので、なのでどこの音を弾いてもどれかの弦が一緒に共鳴共振してくれて、ふわっとした音色が鳴ります。僕がこの楽器に出会ったのが2011年ぐらいかな。それまではバイオリンを弾いてたんですけども、この楽器に出会って最初はある人から楽器を借りていて、で2012年にスウェーデンに1ヶ月だけツアーをしに行ったことがあって、その時に職人さんを訪ねて、で1年後2013年にこの楽器ができたので、またスウェーデンに取りに行って、低音をずっと鳴らし続ける。なので後ろ3の後ろ、一番後ろの鍵盤がここの弦。後ろ真ん中が鍵盤。動かせるようになってる。
そうですね。低中高なのね。そういうことです。で、一応ちゃんと半音階に。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今長野県は長野市に来ております、はいはい、今ライブが終わりました。ちょっと変わった楽器で。そうですね、ニッケルハルパっていうスウェーデンの伝統楽器なんですけども、はい、それ演奏してます榎本翔太です。こんにちは。あ、こんにちは、どうも、うん、なんか本当に変わったギターでもなく、バイオリンでもなく、でも弓で鳴らすという、うん、そうですね、独特のなんか初めて見ましたですよね。あんまりそんなに、世の中に出回ってる楽器じゃないので、でもスウェーデンの伝統楽器と言われてて、うんうん、あ、スウェーデンなんですね。そう、スウェーデンなんです。一応1350年頃から存在してると言われてる。でもその中でも最初はもっとシンプル、ちっちゃい楽器だったのがどんどん進化していって、100年ちょい前かな、この今の形になってます。なるほど。ちょっとなんか見慣れないその鍵盤のような。そうですね、コーディオンでもなく、これどんな仕組みになってるんですか、もしよかったら。でも本当に見た目ほど複雑ではなくって、はいはい、本当にこう鍵盤がぶら下がってる状態というか、それでそれを下から上に押し上げて、はいはいはい、音を変えて、で右手の方は弓を使って弦をこすって音を鳴らします、うん、こんな感じです。素晴らしい。複雑に入り組んでますね、そのボタンが。そうですね、一応3段あって、はいはいはい、もう僕は鍵盤と呼ぶんですけども、はいはいはい、一番高音源を鳴らす鍵盤で、中音源を鳴らす鍵盤と、低音源を鳴らす鍵盤の3段あって、で、うん、それ組み合わせなんか全部で16本あるってお聞きしたんですけど。あ、そう、弦が16本あるんですよね、はい、演奏する弦がこの4弦で、あと細かい弦が12本、はいはい、全部で16本。実際その弓で擦ってるのはその4本だけなんですか。そうですね、この4本だけです、はいはいはい、だからその今のレバーで押さえるのは、その4本の弦を押さえてるっていうことですか、ね、そうです。ただ一番低音弦は鍵盤が、見てもらったら分かると思うんですけども、はい、存在しないので。そうですね、はい、なんでもうこれは一定の音をずっと、鳴らしたり、こう低音をたまに入れたりっていう感じです。その12本、4本の他にある12本のその弦のその効果っていうのは何か。これはもうただただそこに貼ってあって、で一緒に共鳴してくれるんですね。で共鳴する弦がソからソのシャープまで1オクターブ分あるので、どこの音を聞いてもどれかの弦が一緒に共鳴してくれて、このそしてなんかその音楽のそのリズムですよね、はい、リズムがそのなんか自然にこう踊ってしまいそうな、こうリズムタッチになってると思ったんですけど、うん、その辺はどうなんでしょうか。
やっぱり踊りが元になってる音楽なので、はい、まあ、もちろん音楽だけで演奏される場面もありますけども、大体はその踊りと音楽が一緒になって一つのものを作り上げるというので、やっぱりその踊りのリズムを演奏者の人も感じて、でメロディーも一緒に弾くという。そうですね。ただ複雑なのがほとんど3拍子の曲が多いので、はいはい、なかなか最初はんってなると思うんですけども、でもそれを3拍子なんだってどういう風に感じればいいかって分かると、すごいノリノリな音楽だなって思います。ちょっと気がついたんですけども、うん、楽譜がないんですよね。あ、楽譜ないですね。ほとんどやっぱりもう何百年も前からその人から人に受け継がれてきた音楽なので、楽譜っていうのは存在してなくって、まあでも最近だと楽譜に起こしてる人もいるんですけども、でも楽譜でこう書きにくい音楽かなとも思います。人から人に伝わるものなので、その受け取った人がどう解釈するか、忠実にそれを保存しようとするのか、自分が気持ちいいように形を残していくのかっていうので、だいぶ伝わり方っていうのは変わってくると思います。先ほどなんかその日本語に訳して何曲か紹介していただいたんですけど、うん、なかなか面白いですよね。なんか結構真面目な曲ももちろんあるんですけども、歌の方だと結構面白おかしい曲もあったりとか、それも魅力の一つかなと思います。榎本さんはいろいろチャレンジされているということを聞いたんですけども、はい、いろんな楽器も挑戦してるんですよ。あ、そうですね。最近になってちょっと三振使ってみたりとか、はいはいはい、ウクレレ使ってみたりとか。ありますけど。そうですね。別に弾き慣れてるわけじゃないので、やっぱりまだまだ全然、うん。まあちゃんと習ってみたいなっていう興味はありますね。なるほど。もうかれこれ10年ぐらいになるっていうんです。先ほど聞いたんですけども。はい。まあそれだけ長い間やるには何かこう魅力があると思うんですよね。ああ、そうですね。まあ、魅力ももちろんあるんですけども、あとは大学の頃に今やってるバンド、ドレックスキップっていうバンドなんですけども、のメンバーと出会って、やっぱりその仲間がいたから今まで続けてこれたっていうのもあるかなと思います。今3人組でやってて、僕とあと12弦ギターと、またもう一人がちょっといろいろ変わったノルウェーのハーディングフェーレっていう楽器、伝統的な楽器。や、ビオラやフィドルなどを弾く、この3人で。この本当にこの楽器自体もその共鳴っていう効果があって、なんかオーケストラ的にこうなんか聞こえてくるような気がするんですけど、うん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 、それはどうなんでしょうかね。あ、そうですね。結構やっぱりもともと、まあ、これグループで演奏される場合もあるし、はいはいはい、2人で演奏される場合もあるし、それか奏者1人で演奏されることも多いので、うん、そのメロディー、例えば、っていうのに、厚みを持たせるためにで音を加えたりとかっていうのはよくされてますね。弾く人次第かなっていうのもあるし、あとはもう受け継がれてきた部分っていうのももちろんあって、昔の人がこの組み合わせで弾いてたのを習ったから今もそう弾いてるっていう人もいます。なるほど。そして榎本さん自体何か告知があるというふうにお聞きしたんですけど。あ、はい。今度5月の13日ですね、はいはいはい、また長野に、で演奏させてもらいます。で、場所はここパーシモン、はい、カフェ、なるほど、ここで演奏します。で、その時は僕一人だけじゃなくって、はい、もうさっきドレックスキップのバンドのハーディングフェーレ、ノルウェーの楽器を弾いてる子と僕の2人で演奏するので、また全然、違う感じになると思います。今後の目標は何でしょうか。目標ですか。うん、続けていくことですかね、と思います。なるほど。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。